天海宝清輝は、熊本県玉名市出身で尾上部屋に所属していた、元大相撲力士。本名は、南高吉明。身長183センチメートル、体重188キログラム、血液型 A 型。得意技は、右四つより押し。最高位は、西前頭八枚目。現在は、年寄り、音羽山。 小学校1年の頃にすでに6 0ラムに達した巨体を生かして相撲を始め、河内中学校時代に九州中大連相撲個人戦において3位に入賞し、全国中大連相撲に出場して頭角を表す。門徳高校時代には3年連続して全国高等学校総合体育大会に出場し、高校2年時にベスト8入り、高校3年時には ベスト16入りという成績を残した。その後、日本大学へ進学して、日本大学相撲部に入部する。相撲部の同期には、大将校、山本さん、清世界がいる。大学を卒業する直前に、高校と大学の先輩にあたる17代小野が、師匠を務める小野枝部屋へ入門し、2007年、1月場所において前相撲から、初土俵を踏んだ。初めて番付に、 名前が載ったよく、3月場所では、四個名が同期生である赤月太郎の本名と混同されてしまい、番付表に南期大と合記された。序の口、序二段をそれぞれ一場所で通過し、7月場所では7戦全勝で3段目優勝を果たし、3段目も一場所で通過。その後も負け越し知らずのまま幕下上位まで番付を上げていったものの、 西幕下5枚目で迎えた2008年7月場所で自身初の負け越しを経験。その後は幕下注意での土俵が続いた。2010年11月場所は6勝1敗の成績で優勝決定戦に進出したが決定戦で妙義龍に敗れて優勝はならなかった。翌2011年1月場所は 自己最高位の2種幕下た日等の地位で迎えたが、3勝4敗と、負け越して重量昇進とはならなかった。同年5月技量審査場所において、東幕下6枚目の位置で4勝3敗と勝ち越し。普段なら重量昇進の望みは、薄い成績であるが、大相撲やお調問題で、多数の引退者が出た影響もあって、翌、7月場所には、新重量へ昇進し、 それに伴い執行名を本名の南から天海法と改めた。執行名は父親の公安によるもので、出身地である玉梨天水町から天と一字取り、鎧は鎧のように力強くという意味で、法は父親がその字を執行名に使いたかったということで、ある。新十両となった2011年7月場所では10勝5敗の 好成績を上げ、西十両三枚目へと番付を大きく上げた翌、9月場所でも8勝7敗と勝ち越し、続く11月場所でも8勝7敗と勝ち越しを決めて、翌2012年1月場所において、新入幕を果たした。新入幕の1月場所は8勝7敗と勝ち越したが、そこから2場所続けて負け越して、同年、7月場所では十両へ陥落。しかし、 ここで9勝6敗と勝ち越して、翌、9月場所において、再入幕を果たした。しかし、その9月場所では6勝9敗と負け越し、翌、11月場所では再び十両へ陥落した。しばらく十両での土俵が続いていたが、2013年、7月場所で10勝を挙げて、同年、9月場所において3回目の入幕を果たし、その9月場所では8勝7敗と新入幕の、 場所以来となる幕内での勝ち越しを決めた。翌、11月場所では、自己最高位となる、西前頭8枚目の位置まで番付を上げたが、その11月場所では2勝13敗と大敗して、翌2014年1月場所では10両へ陥落した。翌、3月場所には4回目の入幕を果たしたものの、10日目の極点方線で、右足関節を捻挫して、 翌11日目からは休場し、結果的には3勝8敗4球と大きく負け越して、翌5月場所では十両へ陥落した。その後も故障の影響を隠せず、2014年7月場所は西10両10枚目の地位で土俵に上がり、ここで5勝10敗の成績に終わったことで、新十両昇進以降19場所を守り抜いた関取の座を明け渡すこととなった。 一場所の幕下暮らしを挟んで十両に復帰した、同年、11月場所は十日まで7勝1敗、11日目に勝ち越しを果たすなど好調であり、場所を10勝5敗で終えた。以降は十両に再定着していたが、2016年5月場所において、東十両14枚目の地位で4勝11敗と、大敗して幕下に陥落。翌7月場所以降は幕下での相撲が続いた。 2019年3月場所で現役を引退し、元大関のこと正区から借りた年寄り、州の山を襲名した。関取在位29場所なので通常は年寄りになれないが、関取在位通算28場所以上なら、病席の全保有者と、師匠、保証人の親方の願書があれば、理事会で、その是非を決定するという規定を利用して襲名が許された。 引退会見では、やりきったと晴れやかな表情を見せ、家族や親方、女将への感謝を語り、自分がお客さんを沸かせるような相撲を取れていないので、お客さんに喜んでもらえるような力士を育てたいと、今後の抱負を語った。思い出の相撲には、新入幕で勝ち越しを決めた2012年1月場所13日目の極点方戦、負ければ、幕下からなくった2016年3。 バ所シ戦集落のテルツヨシ戦を挙げた。6月8日に両国国技館で行われた断髪式には150人が出席し、ハサミを入れた一人である田中英二は大学時代は強くなかった。真面目でコツコツ努力する子でプロになって強くなった。よく頑張りましたとねぎらった。その後、2020年2月1日付で年寄り名跡を音羽山に変更した。 2021年3月11日、日本相撲協会は、協会所属の年寄りと力士750人に対して10日に実施した新型コロナウイルス感染を調べる PCR 検査の結果について、音羽さんの新型コロナ陽性が確認されたことを発表した。音羽さんは入院治療を行い、21日に協会の柴田山広報部長から退院が発表された。 一時は味覚異常の症状があったという。ありがとうございます。